トマス・ミフリン、とマス・ミフリンは、アメリカ、ペンシルベニア植民地出身の商人、政治家である。アメリカ独立戦争中の大陸軍では少将を務め、ペンシルベニア議会議員、大陸会議では、ペンシルベニア代表となり、大陸会議の後の連合会議では、第5代議長を務めた。また、1八十七年の、アメリカ合衆国憲法制定会議でも大議員となった。その後、 ペンシルベニア州議会議長、ペンシルベニア州最高執行委員会議長、及びペンシルベニア州知事を務めたトマス・ミフリンは1744年1月10日にペンシルベニアのフィラデルフィアでジョン・ミフリンとエリザベス・バグノール夫妻の息子として生まれた。ミフリンはカレッジ・オブ・フィラデルフィア、現在のペンシルベニア大学を1765年に卒業し、 ウィリアム・ビドルの商売に加わることになった。ミフリンは1765年にヨーロッパ旅行から戻った後、弟のジョージ・ミフリンと共同経営の商売を始めた。1765年3月4日には10枚のサラモリスと結婚した。ミフリンはアメリカ哲学者協会の会員であった。ミフリンは1772年からペンシルベニア植民地議会議員であったが、 1774年、第1次大陸会議のペンシルベニア代表となり、1775年の第2次大陸会議開始まで務めた。アメリカ独立戦争の初期、ミフリンは大陸会議を離れ大陸軍に従軍した。ミフリンの一族は4世代にわたるクエーカー教徒であったが、軍隊への従軍は平和を愛する心情に反するものとして、友会から破門された。 ミフリンは少佐に任命され、続いて、ジョージ・ワシントン将軍の副官となり、1775年8月14日には、軍で初めての補給局長となった。ミフリンはこの仕事をよくこなしたが、前線に出たいと思った。ミフリンは、実戦の指揮により、大佐に、さらに順調に昇進した。ミフリンは、補給局長の職から解放されたいと願い出たが、大陸会議は、 代わりのものを見つけることが難しく、ミフリンを止まるように説得した。ミフリン夫妻バイジョン・シングルトン・コープリー1773大陸会議では、大陸軍をもっと効果的なものにするか、各植民地でそれぞれの軍隊を持つべきかについて議論された。この議論の結果、戦争委員会が創設され、 ミフリンは1777年から1778年まで委員会に勤めた。ミフリンはその後大陸軍に戻ったが、あまり活動的な役割が回ってこず、しかも補給局長の時の仕事が批判されるようになった。ミフリンは横領で告訴され左門に呼び出されたが、結局何も起こらなかった。ミフリンはこの時少々で辞任したが、大陸会議は辞任後も、ミフリンの助言を求め続けた。 ミフリンは大陸会議を継いだ連合会議のペンシルベニア代表となり、この間1783年11月3日から1784年10月31日まで連合会議の第5代議長となった。その後ペンシルベニア議会議員を務めていた1787年にアメリカ合衆国憲法制定会議でも大議員となり、ミフリンは ペンシルベニア州最高執行委員会の一員となり、1788年11月5日に、ベンジャミン・フランクリンの公認でその議長となり、1789年11月11日にも全会一致で再選された。ミフリンは1790年のペンシルベニア州憲法の起草をする委員会を差配した。この憲法では執行委員会を終わらせ、一人の州知事に置き換える。 こととした。1790年12月21日、ミフリンはペンシルベニアの最後の議長となり、同時に初代ペンシルベニア州知事となった。ミフリンは州知事を1799年12月17日まで、勤め、トマス・マッキーンに引き継いだ。ミフリンは一議員に戻り、翌年亡くなるまでその職にあった。ミフリンは1800年1月20日、ペンシルベニア州。 ランカスターで亡くなり、トリニティルーテル協会の前に埋葬された。ペンシルベニア州は1776年のペンシルベニア憲法家の初代と最後の議長を記念するものとして、トマス・ウォートンとミフリンの名前を教会に記念碑を作った。この記念碑は1975年に除幕され、ランカスターのデュークストリートにある。その石踏みには次のように記されている。 神聖なる三位一体1730年設立。最初の教会の建物で1762年にインディアン条約の議論が行われた。現在の建物は1766年に解消された。ここにトマス・ウォートンとトマス・ミフリン知事の遺体が眠る。フウンディドイン1730。A セッション法案インディアントリティワズヘルドインザ。 オリジナルチャーチビルディングイン千七百六十二ザ・プレゼントエディフィスバズデディケイテッドイン千七百六十六ヒアール・インタード・ザ・リメインズ・オブ・トーマス・ウォートン・アンド・ガブ・トーマス・ミフリンペンシルベニアの少なくとも六つの町がミフリンにちなんで名付けられたペンシルベニア州ミフリン群はミフリンの名前にちなんで名付けられたユニオン軍のヤングマンタウンとローテスタウンが百二十七年に 合併したとき、新しいボロは、初代州知事にちなんで、ミフリンバーグと名付けられた。バージニア州のリートリデにある、アメリカ合衆国陸軍補給局センター及び、学校の主たる建物は、ミフリンホールと名付けられた。ペンシルベイニア、ヒストリカルミュージアム・コミッション、エントリー4トーマス・ミフリン。アクセスト2名2007、adherents.com、エントリー4トーマス・ミフリン。 ハットミニッツオブザ・シュプリーム・エグゼクティブ・カウンシル・オブ・ペンシルベイニア・フロム・イッツ・オーガニゼーション・ツー・ザ・ターミネーション・オブ・ザ・レボリューション・マール・4・1777・ディセンバー・20・1790ハリスバーグ・パブ・バイザ・ステート・1852から53・ペンシルベイニア・ステート・ヒストリカル・マーカー・ォー・トーマス・ミフリンありがとうございます